健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。はい、始まりました。 IT コンサルタントの大西大輔さんをお招きしております。大西さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。大西さんとは実はほっぺチャンネルでもね、YouTube のほっぺチャンネルでも大西さんと一緒に薬局経営者向けのね、動画を配信しております。はい、大西さん、パン作りすごく得意なんですよね。以前ね、会社の集まりでも差し入れで手作りのパンを持ってきてくださって、もうそれがね、もうすっごく美味しくって最高でした。ありがとうございます。また食べたいです。はい、最近すごく発注が多くて。そうなんですね。朝5時に来て作ってます。はい、じゃあ医療系 IT コンサルタントの側面もあり、実はパン屋さんの顔もある、うん、そうですね。はい、見た目が魔女の宅急便のパンコネお父さん、あ、はい、似てるかもしれないっていう風な人を言われたことあります。あ、そうなんですね。こういうやつね、筋肉マッチョの人ですよね。パンのお父さんね。優しい人ね。うん、それかも髪の模したジャムおじさんね。あ、ジャムおじさん。なんかでも大西さんすごい鍛えてるんですよね、実は。もう健康に目覚めたので。よくほっぺチャンネルの撮影の後、大西さんと藤森さんが、なんか筋肉にいいサプリメントはとか、何でしたっけ、BCAA とか、なんかいろいろねお話しされてるの聞いて、二人ともこう鍛えることが好きなのかなと思いながら。そうね、そこら辺のこうどういうふうに、まあ、健康のために筋トレっていうのが多分あるので、今日はそういうところをどういう意識でやってるのかっていうのをちょっと聞いてみましょう。そうですね、ぜひお伺いしたいです。でね、ちょっと今回大西さんどういう方なのかっていうのをお伺いしたい方もいらっしゃると思うので、大西さん自己紹介していただいてもいいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。何か話そうかな。もともと医療 IT って医療専門の IT の、展示場をやってました。展示場っていうのは、まあ、もう神田と大阪と、はい、福岡3か所で、福岡でもされてたんですね。うん、で駅前にドカーンとどれぐらいかな、60坪ぐらいのショールームを作っていて、はい、で当時20年前なんで2002年とかね。うん、で電子カルテの普及率がまだ 1% ぐらいしかなかった頃に、はい、これから電カルが来るぞって会社に言って、はい、電子カルテをたくさん全国から集めて、うん、まあ、体験できる場所、今のキッザニア大人版みたいな、そんなのを作ってみましたと。あ、そうなんですね。でそれを作ってたらですね、13年間ぐらい運営してたんですけど、結構長いですね。13年も運営されてたんですね。そしたらですね、普及率が今5割ぐらい電子カルテっていって、で、まあ、電子カルテって分かりやすく言うと何ですかね。紙カルテと電子カルテの違いなので、紙カルテが何だろうな、先生が書くカルテって紙じゃないですか。そうですね、普通は。で、はい、それがパソコンで打つタイプに変わるんですね。なるほど。でそれをまあ一般的に電子カルテと呼んでいて、で最近だとマイナンバーカードとかさ、オンライン資格確認とか、なんかよく聞くじゃないですか。聞きますね。まあ、あの辺の話なんですけど、まあ一言で言うと、紙に書いてると、はい、日本はガラパゴス化しちゃうんで。ガラパゴス化、まあ、ガラパゴス諸島から来てるんだ。よくガラケーって言うでしょ。ああ、言いますね。前使ってましたよ。はい、スマートフォンとガラケーのように、はい、取り残されちゃう。あ、うん、だからデジタルで住めようねっていうのの旗頭が電子カルテ。でそれを20年前から普及活動をしている、ザビエルみたいな人。ザビエル。そんなイメージ。ザビエル。でも一番忙しかった時期にやり始めて、これからだっていう時にやり始めて、ずっと忙しいままだった。そうで、13年経って、会社が移転をするという話があって、で大西移転するけど、会社が移転するから、あ、ごめんなさい、会社が移転するから、ショールームどうするって質問されて、もともと神田にあったんです。で神田って医療の結構メーカーとかたくさんある集まってるで、あ、そうなんですね。で神田はお茶の水に、東京医科歯科大学があって、あ、でお隣に順天堂大学、っていう、まあ、
神田といえば医療みたいな地域だね。医療の町、うん、でその絡みで神田にしたんだけど、はい、今度会社が天王座エルに、なかなか全然違う場所ですね。そうで天王座エルに移動する、しかも22階だったよね。これまで1階だった、うん、タワーマンションみたいな。全然状況変わって、全然状況変わってどうするって質問されて、いやー行かないですっていう話をして、ああそうなんですか、うん、で、お店も閉めたと、うん、あもうそれきっかけで、そうそう、で半年後に会社も辞めたと。ほうほうほう、大きな転換期が、転換期、そうです、ね、まあまあ、あの裏側には辞め時を探ってたって、ああなるほど、あそうだったんですね、次来れるぞっての決めてたんですか、うん、それがコンサルタントですね。うん、やっぱり電子カルテの展示場のショールームで終わりたくなかったのもあるし、あの電子カルテはショールームをやってても普及しないというふうに思って、あなるほどですねなんか今お話をお伺いしてて気になったのが、まあ、医療の業界で IT 化を進めることって結構大変なことだと思うんですね。ただ大西さんの中でその医療業界に IT 化をどんどん進めていってあげたいっていう思いの何かきっかけとかあったんですか？そうですね、うん、基本的には自分のカルテが、はい、まあ全国バラバラで、クリニックあるいは病院に行くたびに新しいカルテが作られていて、で情報がつながってないんですね。あそうすると検査も多いし、はい、なんかしないけどお薬も一元管理されてないとか、で自分の親の世代たちが、はい、毎回お薬をたくさんもらってきて、でもお薬が重なっていたりとか、はい、この薬とこの薬の飲み合わせ悪いのに飲んでたりとか、あそういうリスクを感じていて、ね、これはこのまま行くと日本っていうのは、はい、まあ、薬をジャバジャバ使うし、薬のリスクも全然考慮してないしということで危険になるなっていうのが、表面、裏面はちょっと違う。何ですか裏面、裏面気になります。あ聞いても大丈夫ですかそれは、はい、まあ大丈夫でしょうあの裏面は、はい、あのめちゃめちゃブルーオーシャンだと思った。うーんなるほど、うん、要はブルーオーシャン実際周りは結構いなかったですか全然。そうそうそう、あの、昔 IT バブルってあったじゃないですか、はい、はいはい、で今だと楽天とか、まあ、ソフトバンクもそうだよね、あと堀江さんとか、はい、まあ、めちゃめちゃ、まあ、90年代の90年代で、あれが終わった時にインターネットがこれから来るなっていうのは見えてたわけね、はい、なるほど、うん、でその時にインターネット時代に紙カルテミスマッチじゃないと思う、はい、あ絶対変わるだろう、うん、インターネット紙動かないよねみたいな、その時にデジタル化の波が来そうだな、はい、国も進めようとしてる、はい、で医療は10年遅れてるって言われてるんですよ。10年は大きいですよね、うん、IT 関係が、そうそう IT 関係が、だから10年遅れた後出しじゃんけんができると思って、あーなるほど、始めた、もう手をつけといた方がいいだと、で、まあ、結果、今の立場に入れるので、で結構2つ考えてて、1つは、まあ、その社会を変えるために、はい、自分が何ができるかなという思いと、うん、もう一つはどうやったら、生きていけるかな、まあ、お金の面と社会変革の面で考えて始めたと、うん、でちょうど会社入って僕1年目に企画書を書いてるので、うん、すごいですね、1年目だったんですね。だから20ちょっと大学院まで行ってたので、1年目27歳ぐらいで企画書が通って、はい、上司と僕と2人でスタートした、はあ、そういう流れがあったんですね。で元々はあの日本経営という経営コンサルタントの会社なので、医療の特化したコンサルタント会社だから、そうなんですね、うん、理解はあったんで、ね、うんうんうん、で当時の今の社長なんだけど、はい、君がそのことを本気でやるんであれば、うん、予算や売上は僕が面倒見ようって言って、それ言ってもらえるってすごいですね。2000万ぐらいの投資をしてもらう。2000万の投資ですか。だからその今の社長がいなければ実現しなかったんじゃないかなと思います。でもそれだけやっぱり今までこう大西さんがやってきた実績だとか、あのしっかり関係性ができてたからこそそういう風な、ね、いやいや新人だから関係ないからね。そっか、でもそうですよね、だから多分賭けですよ、まあ、あの社長さんも見る目があった、ね、そうそう、あのちょうど私の上司が今の取締役なんですけど、その人がやっぱり信頼度があったみたいな、はい、うん、そうなんですね、うん、僕はあのやろうって言っただけ、うん、
ただなんか、ね、ラッキーだった、嬉しいですよね。まあただその難しいのがさ、13年やって泣く泣く閉めて、で再出発で今度自分で会社を作って、って時に、まあ、今日の話にもつながると思うんだけど、はい、一人ぼっちなわけよ。そうですね、今まで、20人ぐらいスタッフがいたんで、急に一人になるわけ、それすごい不安というか全然違いますよね。全然違う。だから人生の中で一人で仕事したことない、そうなんですね。なんかどうすりゃいいんだろうとか思う。いやそうですよね、でまず最初に自分でやらなきゃいけないですもんね、まず最初に取り組んだことが、今日のテーマ何ですか。健康です。健康、もう病気になったら終わるなと思った、自分の健康を、さあ繋がってきましたよ。繋がってきましたね。まあまあ強引に繋がる。さすが大西さん、流れ作ってくださいますね。で自分が病気になったら明日から無一文、そうですね、資本ですよ。資本、体が資本ってよく言ったもんね。でさてその頃の自分はどうだったか。今よりね体重が20キロぐらい多くて。20キロも多かったんですか。でまあ、途中血圧も高く、尿酸高く、たまに痛風になって、痛風つらいですよね、心配事が多い状況です、そうそう、あと、たまに背中痛くなって石が出てくる、尿管結石、なるほど、心配以上とちょっと言ってるかな、で家の家系も癌家系だし、あそうなんですか、親は高血圧だし、まあもうやばい状態、もうやんなきゃダメだっていう、もうあのこれは、ドクターの話だったときに、はい、まあ、あなたは医療のコンサルタントなのに、なんだそれだと説得力ない問題が、そうなんですね、だからさっきあの佐藤さんが、あのいつもコメントいただけて、鍛えてますねって言われるのが、結構嬉しくて、健康的ですねっていう風にも聞こえますもんね、まあ、たまにあの茶化されてムキムキですねと言われるんだけど、それはいいんです。今まではブヨブヨですね。ムキムキですねの全然いい。ブヨブヨよりムキムキって言われる方が嬉しいですよね。そうで、どれぐらい鍛えてるんですか。あの週どれぐらいジム行ってるんですか。週、まあ、1から2ですね。あ、でも週1ぐらいで仕上がってますね。もうあの今日もテレビ会議をしてて、で、まあ、足元にこうダンベルバーベルが転がってるわけです。ほうほうほう、まさか自宅で、まさか、で暇あればやってるわけじゃないですか、え、ミーティングしながら鍛えてるんですか。空き時間にね。だからちょっとトイレに行くときも一回上げてからで行くとかね、まあ、そんなことをして結構継続だなと思って。習慣づけが難しいですもんね。そうですよね。藤森さんもなんか鍛えたりしてます。いや、もうすっかり1年ぐらい何もやってなくて、やんなければの状態で、状態です今。どうやって心を持ち上げるかの状態になっちゃってます。あ、そうなんですね。一回やっぱやめちゃうとなかなか難しくて。もともとなんかやってたんですか。いや、まあ普通にジムを、まあ、毎日のように行ってたぐらいで。毎日行ってたんですね。だからね、そう、筋トレしなくても、なんだろう、走るだけでも毎日行くっていう習慣をとりあえずつけておけばっていう、やっぱ習慣づけがすごく難しいので。私もちょっと最近運動しなきゃと思って、やっぱこの業界にいると皆さんこう健康のアドバイスとかいろいろいただくので、散歩は運動ちょっと苦手なんですけど散歩するようにしてて、ワンちゃんと毎朝散歩して、朝ミーティング聞きながら、あのコーヒーショップに行ってちょっとコーヒーを飲んで、いつの間にかミーティング終わってて、ちゃんとミーティングやってますよ。ミーティング一生懸命探してますよ。朝弱いですけど、本当に私朝弱いんですよ。健康な人って朝強いですよ。そうですよね。わかります、わかります。だって寝る時間も健康の一つだから、あ、そうですよね。例えば、だらだら絶対しないし、僕12時前に絶対寝るんです。あ、素晴らしい素晴らしい。もう見習わなきゃ。あの朝まで酒飲まない限り、はい、寝るんです。ああ、そうなんですね。で朝は必ず6時ぐらいには起きてるんです。6時、早いですね。何時に寝る？12時に寝たら6時、11時に寝ても6時みたいな。朝は変えない。しかも大西さんね、生活リズムもしっかりされて、食事も普段作られてるじゃないですか。そうです、で基本的にほとんど自炊、で外食するときはなるべくこれは食べないっていうルールはある。何食べないようにしてるんですか。基本的には炭水化物は減らしたい、夜はね。お米とかじゃ食べないんですか。お米はあんま食べたくない、ただ食べなきゃ、お寿司とか食べなきゃいけないじゃね、はい、でその時は、自分が主催だったらお刺身にしてる、あ、そうなんですね。結構
ストイックに、ストイックに、で米を食べたいじゃないですか、うんうん、でじゃあ米を食べたいとしたらどうすればいいかなと思ったら食べる時間を早くしてる、はい、なるほど、うん、会食は6時からにする、で8時には食べ終わる、8時以降はお酒も飲まない方がいいんじゃないかと思って、すごい徹底してますね。でもそれはもう、はい、毎日こう、病気であった時をこう夢で見るわけです、あーそうなんですか、どんな夢見るんですか、ね、最近の夢だと、はい、自分の仕事がうまくいかなくて追放される夢、あ怖い、でもそこには、はい、さっき佐藤さんがおっしゃったように、はい、過去の積み重ねがあるから、一気にひっくり返ることはないけども、うんうん、悪い積み重ねがあったとしたら、はい、例えばなんだろう、不節制をしていて、しょっちゅう遅刻をしてくるとか、はい、なんか酒臭いとかあとはなんか見るからに不健康そうだなって、やっぱりコンサルタントとしては説得力に欠けるからどんどん解約が進んでいく夢、うん、そうするともう自分の見た目も仕事に影響してくるってことですよね。いや本当それは健康と仕事がかなりやっぱりイコールだと思わないと、健康と受注率のイコール、うん、わーリアルですねそれね。でも本当でもそういうところが大切ですよね、そうですね、常時飲んでるものは BCAA か、ビタミン C のサプリ、はい、あーそうなんです、ビタミン、スポーツマンみたいなね、ビタミンのサプリ飲んでる方多いですよね、あとお酒飲むときにウコンを飲むくらい、あ大事ですね、サプリ、ね、何種類ぐらいサプリ飲んでます、そのビタミン C と BCA ですか、いやウコンでしょ、 BCA でしょ、ビタミンでしょ、あとはたまに亜鉛、亜鉛、はいはいはい、亜鉛も飲んでるんですね、あれなんですか、元気なんですよ、はいはいはい、あそうなんですね、それもたまに一時期飲んでた、今はあんまり、なんか私もいろいろこうサプリ飲んでた時があるんで、今も飲んでるんですけど、あのビタミン剤がやっぱ肌にいいって聞いて飲んでたんですけど、ちょっと合わないビタミン剤とかもあって、やっぱ自分に合うサプリ探すまでにちょっと時間かかるんですよね、まあ、ちょっとね飲み続けてみないと分かんないですよね、そうですよね、でも本当いろんなサプリメントありますよね、うんうん、でもやっぱりあれなんですか、大西さんはもう筋肉を鍛える感じのサプリが多いんですか、いやどうなんでしょうね、まあこんな見た目ですけどやっぱり、はい、まあ、肌にもそう、お肌もお肌綺麗ですもんね、お肌もそうよく見ると確かにお肌綺麗だ、お肌もそうだし、あと、はい、まあ、最近近眼的に言うとブルーで、あ目が見えにくくなるとか、あとはね、あの物忘れが激しくなった、そういう関係のサプリ、はい、やっぱり課題に対して飲んでんじゃない、あ予防目的の方もいらっしゃるし、ちょっと課題直したい部分があるから飲んでる方もいろんな理由がありますよね、うん、なんかコンサルタント風に言うと、はい、課題に対するソリューションとして飲んでるじゃない、課題に対するソリューションですねでまあまあ、なんだろう、はい、どうしても何飲んだらいいっていうのを相談したいんですよ、でジムのトレーナーさんとかに相談したりとか、はい、まあそのおすすめをもらったり、プロに聞きたいですよね、まあ、それが一番安心がありますよね、うん、あとネットかな、うん、あとまあまあこういうほっぺに来た時に、はい、あのみんなに聞くっていうのもあるだろうし、そうですね、うちの会社は薬剤師さんいらっしゃいますしね、うん、だからそういうのもあるし、ドクターに聞くことも、はいはい、ああ、大西さん結構ドクターの方とつながりが多いっておっしゃってましたよ ね、 多いですね、もうご飯はほとんどドクターと食べてる、あそうなんですね、そうするとご飯食べてる時に、その面白くて、はい、ドクターによっても、整形外科先生系、はい、筋肉好き、そうですよね、そのえ筋肉好き、あそっか、整形外科リハビリ系は筋肉好き、で筋トレを始めてプロテインを飲み始めた頃から整形外科のお客さんが増えた気がする、はい、でもさっきの話ですけど、引き寄せてるってことなんか引き寄せなのかあれなんですか、見た目で引き寄せる仕事がやっぱ変わるんじゃないですかね、あでも見た目はあるかもしれないですね、そうですよね、でもそれこそ私ずっとこう女優とモデルのお仕事をしてるんですけど、あの見た目でやっぱ来るお仕事は変わるじゃないですか、そうです、ね、クールな見た目だったらクールなお洋服、うん、あのかっこいいお洋服のモデルが来たりとか、ね、可愛く見せるのか、うんうん、見せ方によって来る仕事って変わりますよね、うん、だから人は認めが9割、9割、あだから
まあどうしても、はい、なんだろう、仕事柄、うん、さっきの医療 IT のコンサルタントだとすると、病気じゃダメなんじゃない、まあ、そうですよ ね健康的じゃないと、あの健康に対する意識が、高まれば、はい、仕事もうまくいくし、あ、お客さんもだんだん変わってくるし、うん、そうなんですね。でその時に、まあ、健康ってなんだろうと思ったら、さっきのジムと一緒よ。何ですか？やるって決めることなんじゃない？あ、でもなんかなかなか習慣化するのって難しくないですか？習慣化するのが難しいから決めなきゃいけないんだと思う、はい、決断をしないとね、やるんだって決断ですね、うん、だから僕の決断はこのまま行って早死にするか、はいはい、体を鍛えて長生きするか、どっちを選ぶかと。大西さんに質問なんですけど、まあ、ちょっと以前ね不健康な状態だった時があったっておっしゃってたんですけど、その時の、うん、その時こう気持ちの状態と今健康になった気持ちの状態ってやっぱ違いますよね。全然違う。頭のすっきり感が違う。すっきり感が違うんですか？うん、その当時は、自暴自棄であったし、酒飲んだら飲まれてたし、見た目が悪かろうがどうでもよかったし、はい、まあ最悪の話、しょっちゅうズボンも破けるしね。デブすぎ困ります。だからなんで破けるんやろって、はい、ふと鏡を見るわけです、今腕の方が破けちゃうんですよ。さすがにあの合ってるもん、合ってるもん。サイズぴったりのものね。だから当時は大きめで隠してたね、はい、あ、そうなんですね。だからジーンズのサイズがないんでオーバーオールを着てる、ほんじゃまか状態。そうそう、あ、じゃあ逆に今好きな服着て、そう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 、ね、好きなことして、うんうんうん、だからね、はい、一番大事なことは健康であることに感謝する、はい、あ、感謝することね。なるほど。で健康でなければ、はい、自分を見ないんだな。自分を見ないって何ですか？鏡見るのも嫌じゃん。ああ、そうですね。体重のも嫌じゃん。藤森さん鏡見てます？普段あんま見てないですね。あ、そうなんですね。でもそれこそジムに行ってる時は、はい、ジムにありますからね。ジムにあるでしょ。あと体重も絶対前じゃん。測りますもんね。でご飯を食べた時に、はい、あ、今日食べ過ぎたなったら体重測るわけさ。あ、うん、で今日頑張ったと思ったら体重測るわけじゃん、はい、あ、でも数字で結果が出るのっていいですよね。うん、やっぱこう分かりやすいかもね、うん、でもこれが習慣化なんじゃないかな。あ、習慣。毎日体重に乗る、はい、ってことは、はい、必ずそのプロセスを頑張らないと体重に乗っても変化は出ないわけです。あ、うん、頑張ってそこにちゃんと目に見える結果が出るっていうのもモチベーションにつながりますよね。そうですね。でそれを見て、褒めてもらえるとさらにモチベーションが上がるんで、はい、褒めますよ。ライザップはうまくいったり。あ、そうですね。ライザップさんってどんな感じなんですか、トレーニングは？ライザップって基本的に、はい、面白い話ですけど、コミュニケーションできる人に、はい、トレーナーの知識を身につけてもらった。そうなんですか。コミュニケーションの方がより重要だと思った、その褒めるのが上手な人を選んでるみたいね。あ、大事。私もトレーニング辛いなって時に褒めてもらえたらやっぱ嬉しいですもんね。だから佐藤さん今日は、はい、いいですねって言われるとなんか頑張っちゃうじゃないですかね。それがまだまだですねって言われたら、はい、シュンとなっちゃいますね。シュンとなりますね。だからあるらしいですよ、体重が増えた時の、はい、ケアの仕方、減った時の褒め方とか全部マニュアルがあるんだ。え、マニュアルなんだ。マニュアル、まあ、それそうですよね。そう聞いちゃうと寂しい。でその例えば乗せるためにはみたいな、でそういうことをちゃんとしたプログラムになってる。プロの方がいてくれるとより一層頑張れますよね。そう、うん、だからね、一人では健康になれないのかもしれないですね。そうですね。あ、それそうですね。確かに。誰か、まあ将来 AI になるかもね。AI がサポートしてくれる。だから、おはようって言ってさ、はい、Google 君が、ちゃんとね、反応してくれますしね、こいつもそうかもしれないよ。なんかロボットみたいな声で今日も頑張ったねじゃなくて今日も頑張ったねみたいな、そう、好きなイケボイスでね。あ、イケボでイケボで言ってほしいですね。でイケボで明日も頑張ろうね、じゃあ寝るねみたいな。で6時になったら朝おはようって言って、まずは体重測ろうか。そうですね、
まあ、そんな風になるんじゃないかな。そうですね。じゃあこれからの時代は AI も関わりながら健康をサポートしてってくれるんですかね、うん、だから本当に AI みたいなものを、うん、IT、うんね、デジタル化が進むと、うん、その一人じゃない世界ができるのかね、うん、そうですね。一人じゃないとうまくいくのかもしれないんで、うん、まあまあ上手に使ったらいいんじゃないかなということで、うん、はい、そうですね。じゃあ大西さん引き続きよろしくお願いします。はい、また呼んでください、はい、またね、ほっぺチャンネルでも大西さんとどんどんあの医療系 IT、薬局経営の情報をどんどん配信していきますのでね、ぜひよかったら見てください。本日は大西さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。